アダマはエチオピアのオロミア州の州都、東シェワ県に囲まれる。首都アディスアベバの南東99キロメートルに位置する。西には絶壁がそそり立ち、東には第一交代が南北に伸びる。アディスアベバジブチ鉄道アダマはアディスアベバとディレダワを結ぶ交通の要所である。ジブチ港との間を多くのトラックが行き交う。かつてはアッサブも結ばれていたが、 エチオピアエリトリア国境紛争の後は使われなくなった。アディスアベバジブチ鉄道もアダマを通る。第二次世界大戦後、ハイレセラシエ一世はイスラエルのナザレにちなみ、アダマからナザレに解消した。2000年、死は正式に名称をオロモゴのアダマに戻した。また、オロミア州の州都をアディスアベバからアダマに変更した。この変更について、 反対派は、エチオピア政府は、オロミア州の中で、アディスアベバの地位を低下させたいのだと主張した。一方で賛成派は、アディスアベバは、オロモ人の言語や文化、歴史を発展させる中心として、ふさわしくなくなったからだと主張した。2005年6月10日、与党エチオピア人民革命民主戦線と連立を、組むオロモ人民民主機構が、州都を、 フィンフィンネに戻すことを公式に宣言した。サバナ機構。ありがとうございます。